まおです。はい、今日はですね、絶対に喜ばれる楽屋見舞いについてお話ししていこうと思います。この前ね、発表会のマナーっていう動画を出したんですけど、その時に楽屋見舞いもいいなと思って早速撮っているわけなんですけど、結構ねこれについては質問いただくことが多くて、舞台を見に行きたいんですけど、どんなプレゼントを買ったらいいですかとか、マオさんがもらって嬉しかったものは何ですかっていうようなねことを聞いてくださる方がいらっしゃるんですけど、はっきり言ってね、何でも嬉しいんですよ。いや、もうむしろね、出演者側としては見に来てくださってるだけですごいありがたいし嬉しいので、プレゼントなんていらないまであるんですけど、とは言ってもね、私も知り合いの先生とかお友達の舞台があるときは必ず楽屋見舞いとしてプレゼントを買うので、今回は私自身が楽屋見舞いのプレゼントとしてよく買っているものをご紹介していこうかなと思います。絶対これを買わなきゃいけないってわけでもないし、絶対舞台の時にプレゼント用意しなきゃいけないっていうわけではないんですけど、もしね楽屋見舞いのプレゼントを買いたいけど何買えばいいか分かんないって方は、今回ね詳しい商品名とか予算とかも入れながらお話ししていこうかなと思いますので、参考にしてみてください。はい、ということで今回6つあるので、ちょっとまたババッといきたいと思います。まず1つ目、お花です。まあこれは本当に定番ですよね。舞台といったらお花みたいなところがねあるとは思うんですけど、私がお友達にお花のプレゼントをするときは、自分がその舞台に行けないけどでも発表会おめでとうのプレゼントを渡したいっていうときが多いです。まあそれがね、先生の場合は見に行っても見に行かなくてもお花のプレゼントっていうのはね基本的にするかなと思うんですけど、予算は生徒さんの場合だったらだいたい5000円程度で、先生には1万円程度のお花をお渡ししています。でこれは直接持っていくとかっていうわけではなくって、事前にネットで宅配サービスみたいなので頼んでおいて、本番当日の午前中か午後一番に着くように届けてもらいます。でこのお花をプレゼントする時のポイントとしては、花束だと本番疲れて帰ってきてからまた行けるっていうね、この作業がちょっと大変かなって思うので、アレンジメントを選ぶようにしています。まあでも最近はお花のプレゼントをお断りしていますっていうようなお教室もあるみたいなので、ちょっと要注意かなと思います。それでは次2つ目、化粧品です。これはね楽屋見舞いのプレゼントとして大定番だと思います。私はその舞台を見に行くことができて直接手渡しできるような場合は、なるべく持って帰ってもらうのが大変になっちゃわないように、かさばらないものっていうところに重きを置いてプレゼントを選ぶようにしているんですね。で予算としてはだいたい5000円から8000円程度ですかね。化粧品はね特にコンパクトだし、その時に流行っているものなんかを渡したらすごく喜ばれると思います。私はディオールかアディクションあたりが多いです。一時期 MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードっていうフェイスパウダーがあるんですけど、それが自分が好きすぎてみんなにおすすめしたくて、よくプレゼントとして買ってたっていう時がありました。なんか値段的にもちょうど良かったんですよねはい、次3つ目、ボディケア商品です。バレエを踊る人は特に体のケアに気を使っているので、疲れが癒えるようなバスソルトとかマッサージオイルとか、ボディーソープやハンドソープ、あとハンドクリームなどを渡すこともよくあります。最近だとアルコールのスプレーとかジェルもいいですよね。チニオンをするとこう髪が傷みがちなので、ヘアオイルなんかも喜ばれると思います。特にサボン、イソップ、シロあたりはみんな知ってて喜んでもらえるのでよく利用しています。ただこれはあんまり高価なものになるとかさばるし重くなってしまうので、5000円程度の予算で考えた方がいいかもしれません。それでは次4つ目、ギフトカードです。ちょっとこれは露骨な感じもするのですが、絶対に間違いのないプレゼントといえばこのギフトカードだと思います。もうかさばらないし絶対に使うし、なんたって好きなものを買えるので、もらって喜ばない人はいないと思います。男性ダンサーへのプレゼントにもいいですよね。ギフトカードってねすごいいろんな種類があるんですけど、私は特にスタバカードをプレゼントとして選ぶことが多いです。スタバカードは柄が可愛いのでプレゼント感が出るし、別にね何枚もらっても嬉しいので、あとねしばらくスタバで飲み物を買うときに、まるまるちゃんありがとう、ごちそうさまって思ってもらえるのもポイントです。じゃあ次5つ目、お菓子です。私は個人へのプレゼントとしてお菓子を選ぶことっていうのはあんまりないんですけど、自分が出演者として参加する場合はもちろん、スタッフとして参加する場合にも必ずお菓子を差し入れとして持っていきます。また知り合いの先生の発表会を見に行くときには、お花プラスお菓子をプレゼントして、お菓子は皆さんで召し上がってくださいという感じにすることも多いです。でお菓子のプレゼントで気をつけていることは、まず生菓子は避ける、そして必ず個包装になっているものを選ぶこと。例えばチョコみたいにこう取って
まっすぐ食べなあかんみたいなものは避けるっていうことと、あとは楽屋ごとに一箱みたいな感じで渡せるように何箱か用意しておくということです。もし楽屋割りとかが先に聞けるのであれば聞いておいて、例えばね4部屋使うのであれば4箱用意するみたいな感じでしておくと分けやすいかなと思うので、私はそうしています。ではラスト6つ目、バレエ用品です。これはねもうバレエをやってる人なんやからバレエ用品は嬉しいに決まってます。意外に自分では買わんのよなーっていう方も結構いらっしゃるので、プレゼントするとね喜ばれると思います。ただレオタードみたいにすごいぴったりサイズで着なきゃいけないものは難しいので、レッグウォーマーとかのウォームアップアイテム系やタイツとか、私はエクソも渡したことがあります。あとめちゃくちゃいいなって思うのがキープカップブラですね。こんなかさばらんくって見た目も可愛くて絶対あれば使うし何個あっても困らんっていうプレゼントに最適なものはないと思います。あと自分が出演者の場合に見に来てくださった方、まあ今の私の場合だとちょっとプライベートで知り合いの方のみになっちゃうんですけど、に見に来てくれてありがとうの気持ちを込めたねプレゼントを渡すんですよ。多分そうされてる方もね多いかなと思うんですけど、それでもこのキープカップブラはめっちゃちょうどいいなって思います。ちなみにこの見に来てくれた人にプレゼント渡すっていうのはもうちっちゃい時からやってて、母が客席にいる時は母に渡してもらって、いない時は事前にか後から自分で渡しています。でここでですね、これ本当に言われそうなんでさっき言っとくんですけど、案件じゃないんです。案件じゃないんですけど、本当にたまたま私がこの楽屋見舞いの動画を出そうとした瞬間にまたまたねバレエショップシェリーさんからプレゼントセットっていう、このさっき言ったねキープカップブラをプレゼントにしたい方にお得にお買い求めいただけるよっていうセットがね出たんですよ。で内容がこんな感じです。この5ミリタイプのキープカップブラ10個プラスエクソ1個、1個って言ってもこれ1足しか今見せてないですけど1セットね。でちゃんとプレゼントできるように11枚のショップバッグもついてるみたいです。だからこのセット買うだけであと何も揃えなくてももうプレゼントできちゃうよって感じるものなんですけど、これね普通キープカップブラこの5ミリって通常2500円するんですよ。でエクソが6600円なので普通だと合計3万1600円するんですけど、このセットになったら通常価格が2万円で、しかもさらに2月中のご購入で1万5000円になるって書いてるんですよね。すごくない？これ計算したら1万6600円もお得ってことになります。めっちゃ良くないですかこれ。例えばねこのキープカップブラを生徒さんにプレゼントして、で先生にはエクソとかもできるし、キープカップブラとエクソをねセットでこうやってプレゼントすることもできるし、ちゃっかり余った分は自分のものにできますしね。なんならこのエクソをね自分のものにしちゃってもいいと思います。まあ、今回はねこの楽屋見舞いのプレゼントとしてキープカップブラいいよって言ったんですけど、バレエ仲間のねお誕生日プレゼントとしてもいいし、私は何でもない日のプレゼントとしてこのキープカップブラをね渡すこともあります。本当案件みたいになっちゃってね申し訳ないんですけど、普通に私はね次2本帰ったらこのキープカップブラのセット買いますっていうぐらい、まあ、プレゼントにねすごい最適なので、概要欄の方にね商品ページの URL も載せていますので気になった方チェックしてみてください。そしてね最後に楽屋見舞いのプレゼントを渡す時の注意点として、誰からかっていうのが分かるようにちゃんと自分の名前を書いておくようにしましょう。最近は特にコロナの影響で直接手渡しができなくって、会場に設置されてるプレゼント用窓口みたいなところに預けるっていうことがね多いと思うんですけど、たまにねこれ誰からってなる時があるんです。いただいた側としてはねちゃんとお礼言いたいのに、それだとお礼が言えなくて困ってしまいますので、必ずね自分の名前は書くようにしてください。直接そのダンサーさんと知り合いっていうわけじゃなくって、まあ、SNS を通して知ったりだとかして、普段その SNS でやり取りを行ってますとか、まあ、SNS 通してチケットを取ってもらいましたとかっていう方にプレゼント渡したい場合はアカウント名もね書いておくと親切かなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。冒頭でも言ったようにもらう側としては本当に何をいただいても嬉しいし、もうその気持ちだけで十分ですっていう感じなんですけど、まあ、もしね楽屋見舞いのプレゼントでどうしようかなって悩んでらっしゃる方がいらっしゃったりとか、バレエの舞台初めて見に行くから何を買ったらいいか分かんないって方の参考になっていれば嬉しいです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらぜひグッドボタン、そしてまだの方チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。